どうも、ゆきさん。どうも。あれ持ってきてくれました？はい。はい。で、あの、時計をね。うん。オーデマピゲン。はい。ロレックスと語ってきたんですけど。そうですね。あの、まあ、まずはロレックスで、機械時計を初めて、うん、まあ、高級と言われるのを買って。はい。まあ、自分には向いてないと。10年かけて気づいて。はい。はい、で、こっそりクォーツに逃げて。はい。でもね、先ほど話した通り、はい、男には、うん、なんかこの、めんどくさいことを、日々コツコツやることのかっこよさみたいな、日常のかっこよさみたいなのあると思うんですよ。ありますね。手巻き時計とかね。それをまあ、機械時計ってそれの簡易版じゃないですか、さらに言えばね。そうですね。ね、うん、それすらも我慢できなくてクォーツになった僕ですけど、はい、やっぱそこへの憧れは未だにある。ないことはない。ロレックスっしょ、高級時計ってっていう20歳、うんうん、で、まあちょっと知識をかじって、うん、まあ、世界三大時計ってあるらしいよ、うん、ちょっと欲しいな、うん、で買ってみると、その次やっぱね、若干クロートっぽくいきたくなるで、やっぱりあの、俺機械時計無理だけど、やっぱり機械時計に戻りたいっていうか、そのツーっぽく行きたいみたいなとかやっぱ出てくるわけですよ。はいはいはい。そこでですね、あの出てきたのがこの IWC。 IWC わかるでしょ、俺の今言ってたストーリー全部ハマってるでしょ。ハマってる。なんか面白いな。ツーっぽいものが欲しいってなった時に、うん、どうやらこのブランドがかっこいいぞってなったのが IWC ですね、はい。僕はそんな詳しくないですね、IWC。はい。インターナショナルウォッチカンパニーっていう、うん、すごい名前です。ベタですよね。はい。スイス。まあでももう周りに持ってる人いっぱいいます。パイロットウォッチ、うん、ポルトギーゼ、うん、あたりが有名で、でまあそこら辺が人気なんですけど、うん、オートフィノっていう、はい、シンプルな時計があって、ありますね。そもそもの僕の趣味がクラシックじゃないですか。うん、そうなってくると、はい、もうオートフィノ一択なんです。なるほどね。ポートフィノの特徴っていうのは普通の時計で、ロレックス、うん、本当にカジュアルで、うん、まあこれこそザ時計みたいなステンレスの時計買いましたね。はい。で次にドレッシーでクラシックなこの18金のオーデマピゲ買いましたね。はい。でもこことここの距離離れてない？結構離れてます。離れてますよね。離れてます。はい。ただここの間埋めたかったんですよ。なるほどね。丸いクラシックな時計のステンレスのものが欲しくなったわけです。うん、なるほど。そこで出てきたのがポートフィノ。なるほど、はい、確かに格好の時計ですね。ポートフィノってとはいえすごいクラシックで、どちらかというとこれ寄りなんです、うん、デザイン的には、はいはい、それは僕の意図としてはちょっと違うじゃないですか、こことここの間なんで。まあまあそうか。なんで、はい、その時に見つけたのが、黒文字盤のポートフィノ、はいはい。さらに、アラビア数字っていうのを見つけて、はい、そうするとすごいカジュアルになるんです。確かに。こいつ。確かに。めっちゃカジュアルでしょ。はい。で、主張してる？いや。してないでしょ。してない。もうこれまた嫌味がないで、ね、さらっとしたやつが見つかったわけですよ、ここで。でも、このオデマピゲよりはカジュアルで。で、ロレックスよりはちょっとフォーマルな。ちょうどいいものが見つかったんで、これを買いました。なるほどね。やっぱ、こう、考え方がちゃんとロジカルですね。でね、これすごい、実は希少性高くて。そうなんですか？人気があるんですよ。まず、この IWC って今は、シンプルなロゴになってるんで、この時まだ筆記体なんです、うん、なんでこれでもう今は現行にないもので、はい、もちろんこの形も今ないんですよね。当時は現行で買ったんですか？違います、違います。当時でヴィンテージです。もう当時でも現行がないもの。これはちっちゃい話なんだけど、これね、こう防水っていうのを表すために、うん、はい、こうリューズにね、はい、お魚マーク、はい、これがまた可愛いのよ。なんでこんなにシンプルで完結したデザインなんで、ここにお魚マーク入れちゃったみたいな。かわいい。ちなみに、いつ？ここで。こう最
近です。40超え、まあ、30後半か40ぐらいです。どこで買ったんですか？これもだから、もうこれが欲しいってなった時に調べて、見つかったそのヴィンテージの時計屋さん。それをもう欲しくて、一定期間、探して、来たと。基本そうですね、だから。ヴィンテージに関しては。それがないなぁ。狙い撃ち。ですね。うん。おいくら？あ、これはね、これも多分20万ぐらいですね。え、ちょっと安い、思ったら安い。ヴィンテージの、はい、IWC のオトフィノで。レアな。多分人気もあるし、レアだと思うんですよ。けど、いや、20ぐらいだと思います。まあ、ある種40歳近辺の記念的に買ったんですか？いや、全然、普通になんかやっぱり、この波の中で、やっぱりこだわれる男になりたいみたいな。よくしくも10年おきですね。20、30、40。そうですね。なるほど。まあ、あれですね、本当に丸く、小さく、シンプルで、そうですね、品がよく、飽きのこないものがもう3本。じゃああれですね、時計を探すたびはもう一旦これで終わりと。で、ここで一応、終わったかのように思えたんです。はい、はい、話聞いたらだいぶ、そうですよね。ピースは。揃いましたよね、これで。はい、で、実際にね、もうこれでいいと思うんですよ、時計は、僕は。行くとしたら、もう、さらに、ステータスの高い時計しかもうないなと思ってて、要は、ちょっと高級な時計しかないかな。そうね、ルイキーさんが勝負に行きたくない場所で勝負するしかなくなる。そうなってくるんですよね。はいはい、ただね、今ここまで来て、すべて共通してることは何だと思いますか？丸い時計。シンプルな時計。もう一つあるんですよ。時計屋さんの時計。ああ、はいはいはい。そうですよね。そうです。もちろんそうです。もうここまで自分の気に入ったもの揃ったんで、もうすごい気に入ってる、どれも、うん。もうどれも気に入ってて、もうどれも外すことのできない時計なんで。ここから先はもう遊び。遊び？じゃあもう一発行ってるわけですね。はい。じゃあそれはまた次回。はい、持ち越して、はい、今日はここまでということで、はい、ありがとうございます。じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、基本的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタンを絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそう。じゃあまた。